バンナリマステ。バンナリマステ。さあ、ということでね、今週も始まりました、はい、週刊パチプレイフリー TV ですけども、はい、1週間のご無沙汰でございますね。先週に引き続き、はい、山田パンダさんに来ていただいております。お世話しております。あなたはもう忘れ、違いますよ、だいぶ元かぐや姫じゃないじゃないですか。山田パンダじゃないです。あ、山のキング。あ、2週目ですから。あ、そうです、ね、覚えてもらっていいですか。すいません、すいません。毎回こんがらがっちゃうんだよね。本名山田つぐとじゃないですから。よう覚えとるな。南高生さんとバンドやって長いよ、この話。北斗の拳真剣勝負。私ね、あの勢い上そんなこと言ってますけど、はい、何やるか分かってるんですか。何ですか、何ですか。いや、北斗の拳でしょ。北斗の拳です。はい、はい、なんで、はい、はっちゃけてみたんですよ。あ、なるほどなるほど。レギュラー取ろうと必死ですからねこっちは。ということでね、はい、頑張っていきたいと思いますはいはい、はい、え、聞かないんですか、内容とか。こっちが聞くのか、そっちが喋るのか、どっちかじゃないですか。だから聞けよ。喋ればいいじゃないですか。でしょうよね。言ってますよ、私だけに教えてください。そうですか、私だけに教えて。教えて教えて。というわけで、今回の企画は北斗の拳真剣勝負。3人は北斗の拳転生の章をプレイ。真剣勝負で敵を何人撃破するかで競い合ってもらいます。自称ヤングさんは北斗の拳とは相性がいいみたいですから、2人ともヤングさんに負けないように頑張ってくださいね。あの、要は北斗の拳を売って、うん、はい、いっぱい連チャンした方が勝ちっていう。聞かんでも分かるわ。シンとかサウザーとかシュウとかジャギとかいっぱい出てくるでしょ、はい、いっぱい倒せばいいんです。よく行きましょう、はい、ということでね、うん、申し遅れましたけども、はい、今週はグランワールドカップ米子店に来ております。いや、それ言えって言われてましたね。そう、最初に言うべきことだった。結構頭に言わないと、はい、本日お邪魔したのはグランワールドカップ米子店。パチンコスロット合わせて820台と豊富な設置台数を誇り、より多くの皆様に親しまれるホール作りを目指しています。それでは北斗の拳真剣勝負、よーいスタート。北斗の覇者ヤングさんに2人は勝つことができるのか。とりあえず、まあ、本当に当てることだね。すると早速ヤングさんにチャンスが。浅いもんじゃん。定め来るね、これね。マサイチ、怖かったよこれ。マッチョイ。さすがは覇者のヤング、チャンスが続いていますよ。これ4個つけば熱いんだよね。3個か。あ、もうほら、とこ行った。本当本当、動いた動いた動いた。一度チャンスが過ぎ去ったヤングさんかと思いきや、あんなになってたとこ。ゆっくりお酒飲んじゃってますけど、ケイシロウが。大丈夫大丈夫です大丈夫です。これでさ、これ定めちゃうかな。お、あ、あ、ほら、見た今。見た見た見た。視聴性光ったの見た。見ました。うわあ、ダナソダナソ、プレミアムだ。プレミアムですね。狙わないと。いや、狙わないと。ダチョウ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 。はい、というわけでヤングさん大当たり。さすが覇者、見せ場を作りますね。早ー、一番乗り。だって僕と相性がいいのが考えてたもん。早すぎる。上げとくよ。だけど連チャンさせないと意味ないでしょ。さあ、ヤングさんは真剣勝負で何人敵を倒すことができるのか。まずは勝負玉を貯めるとこからスタートですね。結局たくさん倒した方が勝ちってことは、要は連チャンした方がいいってことなんで、まあ普通ですよ。この勝負コンを、この玉をたくさん貯めとけばチャンスはでかいんで、まあ何にせよレア役をいっぱい引いて玉をいっぱい貯めることですね、ポイントは。頑張ります。いや、ヤングさんもうスイッチ入っちゃってますから、この勢いはね止めれそうにないけど、まあとりあえずキングに勝てばいいってことですからね。あの、おしゃべり好きですから、その間にブンブン回して頑張ります。するとそんなキングさんにチャンスが。やばいやばいやばい。
ないですか。青でナビなしだから一番ちょっと弱いのは弱いけど、ね、俺取るの得意だから。ヤングさんもここは残念。そしてついに真剣勝負。4発でした弾。行ってきます。真はベル対応です。でベルは勝率 10%。サンサーはリプレイ対応で、リプレイだと勝率 5% です。20回10回。少し調子が悪そうなヤングさん。右手と左手で勝率が変わるとかこの間言ってましたけど、今日はどうです？今日昼間打った時は左手が良かったです。だけど普段は右なんですよ。でも今日左で行くんです。どっちでもいいで早く行ってもらっていいです。あと2個、あと2個もう追い込まない。いやいやいや、ちょっとこれね、いやちょっとこれじっくり、あの勢いに任せてやっちゃうからみんな連チャンしないから。なるほど。パチンコの ST 機と一緒だから。なるほどなるほど。ずらしが必要なんですよ。いやいや、やめやめ、クラッシュ次。あ、そうですよ。はい、来た。4、4、ラスト、ラスト、ラスト。あ、2人がいる。よし。うわ、終わった。はい、ヤングさん敗北。一人も倒せず。今日はどうやら覇者の調子が悪そうですね。するとお次はキングさんにチャンスが。おー、当たった。おー、素晴らしい。おー、キングさん、おー、あー、当たった。これパッテージェリーか、なんだっけ。これ9のピッチとか出るよ。ちょっとヤングさん、当たった。手が邪魔で見えないっすよ。当たり勝つまで触れるよ。というわけでキングさんも見事大当たり。しかし問題はここから。真剣勝負で何人撃破できるかで競い合っていますからね。ヤングさんちゃんとだから2連した瞬間にこれで1位ですよね。男性的には2個以上は2個以上はゲットです。これはお見事。キングさん一人目撃破。これで一気にトップに立ちましたよ。この神の手と言われた右手でまだ言えたかというよ。香里ちゃん当たりすら引いてないでしょ。まだそんな香里ちゃんですが、この子はなかなか当たりが来そうになさそうですね。行きました。リプレイとまた瞬間終わった。え、何それ何当たったってこと。当たったってことです。本当本当ありがとうございます。はい、というわけでヤングさん本日2度目の大当たり。次は一人でも敵を撃破してくださいよ。あ、バトル始まります。70%です。うわー、復活もありますけどね。
まあ一応暫定トップ。そしてお次は自称北斗と相性がいいヤングさん。次は一人でも敵を撃破してくださいよ。またもや敗北。いやごめん、ホクちゃん笑ってるけど当たりさえ出てないからね。何笑ってるの本当に。でもジャコみたいなのいっぱい倒してますよ。いやもう関係ないから。でも当たりさえ出てない。同点だからね。ゼロ2ゼロ2だ。そんな香里ちゃんについにチャンスが。はい、香里ちゃん本日初の大当たり。さあ何人撃破することができるのか。やったー。あ、緑まあまあええよ。よかった。緑いいよ。あ、これこれ。あ、レプレイ。ここは紫止まるから、はい、これでもう 50% 押せって出るから多分。お願い。はい、かおりちゃん一人目撃破。そして一人も撃破できていないヤングさんはというと、あ、来た。熱いよ。残念。するとキングさんに天下の時が。キングさんも本日2度目の大当たり。これは明らかにヤングファンピンチ。はい、かおりちゃん2人目撃破。さらに、ほらほらほら、かおりちゃん。はい、キングさんも2人目撃破。やば。はい、かおりちゃん3人目。というわけでここでタイムアップ。ヤングさんの一人負け。なんかペースを狂わされましたね今日はね。結果発表。いや楽しい。盛り上がりました、ね、これは下手したら、はい、2020年東京オリンピックの種目になる可能性ありますよ。いや絶対ならないです。盛り上がったら。ならない。盛り上がりました本当にね。それぐらいね。香里ちゃん何倒しました。私ね、うん、一生懸命頑張って。そして僕が3人、ただまだまだバトルを続いておりましたけどもね、本当に今日は楽しい感じで。楽しい感じでした。あら、ひねくれたおっさんがいるぞ。あら、ヤングさん。黒い青年か。ヤングさん、どうしました。どうしました。ヤングさん、もう今盛り上がってますから、はい、一緒に盛り上がってくれないと。いや、何も言ってないです。あ、何も言ってない。何も言ってない。結果、結果。ヤングさん、何人倒しました、はい、何人倒しました。ゼロ人で。あ、出た。ゼロ人。バトル始まる前はあんなに俺は北斗で負けたことがない、ね、相性がいい。そんなことは言ってないです。もう今日は俺がもらったみたいな。いや、まあ、それは、ね、鼻息不がんだったよ。いや、荒かった荒かった。それが、ね、はい、ゼロ、うん、ゼロです。どうしますか。どうしましょうか。
いや楽しかった思い出でいいんじゃないですか。あ思い出作り、いい思い出になりましたよね。でも私の記憶ですと大体なんか罰ゲームやってるんですよ、うん、その通りわけです、ね、この番組読まれてます、もうファンですから、はい、飛行行きましょうか飛行どこないな、いろんな人生忘れるよ、それ押してほしいついてほしい、いろいろね、やり直したいから。さあということでね、はい、今週も山のキングさんをお迎えして、うん、ね、楽しくお届けしてきたわけですから、ありがとうございます、まあ、残念ながら今週でお別れと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、寂しいなキング、いやちょっと待ってください、え来週も出ることになってますけど、出んの、準備万端です、え、はい、出んの、出るに決まってんじゃないですか、帰りなさいよ、もう帰りませんよ、気が済んだでしょ、帰りませんよ、来週も出んの、まあ来週どころか1年間スケジュール上げてますよということでね、今週もそんな感じでお届けしましたけども、また来週も山野キングさん出ますんで見てくださいということで、今週はこの辺でお別れです、さようなら、バイバーイ、バイバーイ、レッツ飛行タイム、超ノリノリやな、もうな、なすごいや、すごいや、あでもなんかかおりちゃんその角度はいいや最悪最悪試して言わせてやるな試してやるな